はい、今回は、名人戦の挑戦手合第1局1日目を、やりたいと思います。はい、今ね、最強の挑戦者と言ってもいいですね。はい、一力さんがついに登場ですね。はい、じゃあそれでは見ていきたいと思います。はい、一力さんの先番となりました。まあこういうところはね、もう予想された進行でしょうね。まあ、ここで白はね、まあ、この厚みをバックにね、こちらからかかることも考えられますし、三々とかもね、考えられるところだと思いますね。はい、ここはかかりになって三々ですね。はい。ここも結構ね、長考されてた感じがしますけどね。まあ、渋く、ここに構えましたね。まあ、どちらか雰囲気としてはね、高い方が、感じはいい気もするんですけどね。はい、結構固めですね。はい、で、ここってそうですね、第1巻はね、この辺りつけてね、こちらを盛り上げて、いくのはね、どうかなと個人的にはね、思ってたんですけど、まあ、実戦は跳ねから打たれましたね。こちらの進行はここがありますんでね、あんまり黒向かいたくないんですよね。はい、ということで普通に受けましたね。はい、できて、こういう柔らかい手ですよね。まあこういう手もね、当然あると思うんですけど、このようになって、まあこれはこういう手とかでね、白さばくので、まあこういう感じでしょうかね。まあ例えばそうですね、こんな感じとかでさばくんでしょうかね。まあこの辺りちょっと分かりませんが、まあ結構白はね、2で対策があるので柔らかく打たれましたね。はい、でこのようになって、まあ、ここも目につくところですけど、これはつなぎで、おそらくこうなって、こういう攻め合いが白いいんじゃないかなと思います。はい、これでね、白が勝ちますので、1位まではね、ちょっといけないかなって感じがしますね。はい、で黒もこうかけまして、でここですね。はい、まあどちらかというと白を持って打ってみたいかなっていう感じがします、個人的には。はい、でここだけこれを利かして、この手もすごい手ですね。まあおそらく予想しなかった手だと思うんですけど、まあ普通はこうとかね、こうとか打って、取りに行きたいんですけど、やっぱりなかなか弾力がある形なんでね、なかなか取るまでは大変なんですよね、こういう傷もあって。はい、まあ、なので柔らかく、まあ、持たれていくような雰囲気ですね。はい、でこの時につなぎですね。つなぎもやっぱりね、島野さんとか張雨さんもね、やっぱり驚いてましたね。はい、まあ、普通はこのように攻めるんですけど、まあ、将来こういうところがね、効いてきますんで、白がだいぶさばきやすくなるというような意味もありますね。はい、まあ、なのでじっとつなぎました。ただ勇気のいる手ですね。地がつかない手なのでね。黒はね、ここ地がね、一目もついてないので、相当このね、白を攻めないと挽回するのはね、利益を出すのは難しいと思うんですけどね。はい、でこのようになって、まあ、ここまでね、進んだんですけど、これ結果的にはね、こうなって、これこうやればこれは取れるんですけど、全然攻めが効かないんですよね。はい、絞られてしまうだけなので、まあほぼ収まり形と言っていいですね。はい、なので、この厚みのところから、まあ大威張りなね、勢いを
ほぼね攻められない形を得たので、もうこの辺りではね、だいぶ白がうまくやったんじゃないかなと思いますね。はい。ここからね、一力さん勝つのは相当、予想しにくいんですけどね。この次ね、どうやって挽回するかっていう感じですね。はい。そうですね。予想としてましては、例えばこんな感じからこのように挟んでいってね、こちらで勝負するとかっていう展開になるかなと、思いますね。はい。ただ白もね、こういう石は簡単にさばけたりするんでね、相当この碁をね、勝つのはね、結構大変かなっていう感じはしますが、はい。一力さんがね、どのような挽回するかですね。ちなみにここは、こういう手は、残されているんでしょうかね。こういう手には、場合と、今はね、このような感じでさばいたりしますし、展開によっては、このような形になることもあるかもしれませんしね。今は、ね、ここ出てってもあれなんでね、3子を捨てるような展開になったりするかもしれませんね。ここでつなげて頑張るのは、こうやってね、ちょっと白が危ないので、もしかしたらこうやってね、3目捨てて、今はまだね、存外小さいのかもしれません。はい、ということで、どのようにね、挽回するかね、明日もね、楽しみにしたいと思います。はい。じゃあ、それではこの辺りで終わりにしたいと思います。